今年もこの場所にやってきましたよ。この場所っていうのが、まあ、自分が子供の頃によく肝試しをしていた場所なんですけど、ここにはですね、動画投稿を始めて、まあ、毎年夏に来てるんですよね。最初の1年目は夜間撮影で、2年目は昭和の時代のオカルト話、3年目は夜のお散歩動画、そして今年4年目はですね、まあ、ここの場所で何をするかというと、まあ、これですね。この場所に車を止めてるんですけど、まあ、こちらの方でですね、心霊スポットでホラー映画を見るという動画の撮影ですね。まあ、この場所もですね、まあ、本当幼少期に幽霊的なものを見たことがあるような場所なんでですね、まあ、心霊スポットといえば心霊スポットっていう場所なんじゃないかなと思ってですね、外で見てもいいんですけど、相変わらずこの場所蚊が多いんでですね、また、まあ、いつぞやのように車の中の方で映画を見ようかなと思います。ではちょっと車の方に行きましょうかね。こんにちは、めいやです。まあ、そういうわけで今回も、まあ、こちらの方でホラー映画を見ていきたいなと思っております。今回見る映画は白井さんっていう映画ですね。これ2020年の映画ってことなんで、今まで見てきたホラー映画の中では比較的新しい映画になるんじゃないかなと思います。白井さんって聞いてですね、まあ白石さんだったら学生時代にクラスにいたんですけど、白井さんはちょっといなかったんじゃないかなみたいな感じなんですけど、その白井さんじゃねえよっていう感じだとは思うんですけどね。おそらく死が来ると書いて、まあ、白井さんなんじゃないかなとか思いますけど、まあこれでですね、実際映画を見たら白井さんっていうおっさんが出てきて、なんか無差別に人を襲うみたいな、まあ、そういうヒューマンホラーだったらですね、まあそしたらもうほんと全国の白井さんに謝れよって、なんかそんな感じになるんでしょうけど、まあおそらくこれはですね、白井さんっていう、この話の中に出てくるオリジナルの怪異っていう感じだと思うんですけど、単純になんか物理攻撃で人を襲うとかいうものだったらともかく、なんかもう最近はそういう、なんかホラー映画ないような気がするんですよ。なんか単純な殺人鬼みたいな。ものが出てくる映画って。だからおそらく特殊な能力を使って人を襲うんじゃないかなとか。で、あとは何らかの出現条件があって、まあ、それに当てはまった人のところに現れるんじゃないかなとか。なんかそういういろいろ、まあ、それ細かい設定なんかが、まあ、ゼロからやらないといけないと思うんですよね。まあ、そういったたくさんある条件を、まあ、一本の映画にまとめるっていうところがちょっと難しいんじゃないかなとか。思ったりもするんですけど、どんなものが出てくるかとかも本当全くわからない感じなんでですね、そういうところがちょっと楽しみでもありますので、まあ、早速こちらの映画の方見ていこうかなと思います。映画の方見終わりましたね。うん、まあ、途中ですね、白井さんの呪いなのかどうか知らないですけど、なんかものすごい下痢になりまして、もう本当、まあ、白井さんよりも先に出てしまいそうになりそうだったんでですね、まあ、ちょっと一回移動して、まあ、トイレに行ってきた感じだったんですけど、なんとかその後戻ってきて、まあ、無事に見終わりましたよ。まあ、おかげでだいぶ遅い時間になってしまって、もう周りは暗くなってしまったんですけど、映画の時間としてはですね、1時間半ちょっとぐらいあったのかな。まあスムーズには見れましたね、話としては。で、まあちょっとあらすじを話すのであれば、最初に20歳ぐらいの男の人がですね、心不全で眼球が破裂して亡くなるっていう不審な死に方をするんですよ。で、その時にちょうどそのお兄さんと電話をしてるんですよ。で、それで、その時に誰か別の人がいたみたいなことを話してたって言って、なんかその事件性を疑って調べ始めるんですよ。で、その調べている中で、亡くなった弟のバイト仲間の女の子も同じぐらいの時期に
同じように、まあ、眼球が破裂して亡くなってたっていうのを知るんですよね。で、それで、その時に、その女の子の方と一緒にいた、まあ、親友みたいな女の子。その二人がですね、まあ、男と女の、まあ、ダブル主人公みたいな感じで、話が進んでいくんですよ。で、二人で二人の死の謎を解こうとするんですよね。まあ、その謎の死の、まあ、原因として出てくるのが、白井さんっていう。もともとはその、怖い話なんですよ。白井さんっていう。その怖い話を聞いた人が、呪いにかかって、まあ、実際にその白井さんっていうものに襲われて亡くなるっていう。なんかそういう話なんですよね。で、何人かその話を聞いた人がいたりして、で、さらに、ライターの人が一人加わってきて、その人もその白井さんの事件のことを調べてるんですよ。で、それでなんかまあ結構、最終的には人数増えてくるんですけど、結局は、その白井さんの話を聞いた人はですね、もう全員、まあ、白井さんに殺されて終わるみたいな。まあ、唯一ですね、女の主人公は、まあ、その白井さんを回避するみたいにはなるんだけど、まあ、それで本当に回避できるのかな、みたいな感じで、まあ、ちょっと、まあ、あやふやな感じで終わる感じにはなるんですけど。まあ基本的にその、だから白井さんの話を聞いた人はもうみんな亡くなるっていう。まあ強いて言うなら、これでまあ白井さんの話を知っているのは、今この映画を見たあなただけですみたいな。なんか多分そういうメッセージだと思うんですよね。結局、その白井さんっていうものが出てきて、やっぱ人を襲っていくっていう話だったですよ。なんか白井さんっていう目の大きな女の人が出てくるんですよね。で、その、白井さんの見た目なんかはですね、最初に見たときは、結構インパクトがあって、怖いなって思うんだけど、最後の方で、主人公の男と女二人がですね、その白井さんに襲われるんですよ。で、そのシーンで、もう長いこと、白井さんずーっと出っ放しになるんですよ。たまーにバーンって出てきたら怖いんだけど、もう出っ放しの白井さんはですね、引きの絵はですね、なんか可愛い感じに見えてくるんですよね。でもやっぱりそのアップになってくると怖いみたいな。なんかやっぱ怖い見た目してるんですよね。そうだな。まあよく自分がですね、まあ女の怪異を見た時にですね、まあいけるかいけないかっていう話をしますけど、まあ白井さんは正直ギリギリいけないかなっていう感じの見た目をしてましたね。ちょっと怖いかなっていう。なんかそんな感じだったです。で、あと、白井さんが現れる条件としては、その白井さんの話を聞いた人ですよ。ただ、この現れるタイミングっていうのが、ちょっと特殊でですね、3日に1度っていうシフトで現れるんですよ。まあ、ちょっと掛け持ちしてるバイトみたいな感じでですね、3日に1度しか出てこないんですよ。ただし、3日に1度なんだけど、その3日目に出てくるときは、朝とか昼とか夜とか、なんかそういう時間指定はできないんですよ。だからもう、昼に襲われる人もいれば、夜に襲われる人もいるみたいな。なんかそういう感じなんですよね。で、あと、まあ、白井さんはですね、話を知っている人には見えるんだけど、話を知らない人からは見えないっていう。まあ、これはまあ、ありがちな設定なんですよ。けどですね、さらにそこからですね、ちょっと、複雑なのが、白井さんが誰かのところに現れて、もしその時に現れた人じゃなくて、それ以外に白井さんの話を知っている人が来たら、その人にもその白井さんが見えるっていう。だからまあ、二人の人から白井さんが見えるっていう感じになるんですよね。そして、白井さんっていうのはですね、どういう能力で人を殺すのかっていうと、はじめ、ちょっと遠くに現れるんですよ。そして、狙われた人が白井さんのことを見ていたら、近づいてこないんですよ。そして、目をそらすと、近づいてくるんですよ。まあ、言うならばですね、まあ、だるまさんが転んだっていう、まあ、そのシステムに似てるんですよ。そして最終的に、目をそらして近づいて来られて、タッチされてしまうと、眼球が破裂して死んでしまうっていう。まあ、ちょっとペナルティーデカめの、だるまさんが転んだっていう感じなんですよね。でも、まあ、さっき言ったように、白井さんの話を聞いてる人が二人いた場合、その二人ともにその白井さんが見えているんですよ。で、その場合はですね、一人の人が目をそらしても、もう一人の人が白井さんを見てれば、白井さんは近づいてこないっていう。なんかそういう謎設定なんですよ。あとは、最初に狙われた人以外の方に白井さんがタッチしたら、本来白井さんに狙われてなかった人も死ぬのかみたいな。なんかそういうなんかいろいろ設定が複雑なところはあるなっていうのは感じましたね。
あと他にそういう設定であったとしたら、白井さんは話を聞いても忘れてしまえば現れないっていう設定なんかもあるんですよ。だから最終的にですね、女の主人公の方は記憶喪失みたいになって白井さんのことを忘れるんですよ。それで、まあ、回避するみたいな感じになったりするんですよね。だから白井さんの設定っていうのが本当全体的に複雑で分かりにくいなっていうところはありました。見終わった後になんかしっくり来なかったみたいなところがありました。なんか中盤までは面白かったんですけどね。なんか最後の後半の15分ぐらいのなんか強引に終わらせた感みたいのがですね、まあ、ちょっとあったんでですね。まあその辺でなんかそういう風に感じたのかもしれないですけどね。うん。でもまあ全体的に自分が今までいろいろホラー映画見てきてましたけど、まあその中ではですね、まあ比較的良かったんじゃないかなと思いました。今回のこの白井さんもですね、レンタルショップで2週間100円で借りれたんでですね、こういう夏にですね、まあちょっと怖い映画見ようかなと思ったらですね、まあレンタルショップなんかに行って借りてきてみてもいいんじゃないかなと思います。またですね、次回面白そうなホラー映画を、まあ、借りてきたら見て感想を言いたいと思いますんで、まあその時暇のある方はこちらの動画の方も見てもらえたらありがたいです。それではまた。